フルトン郡の西端部はテネシー州とミズーリ州に囲まれる飛び地である。フルトン郡はアメリカ合衆国圏タッキー州内に位置する郡である。2000年現在人口は7752人である。ここの郡庁所在地はヒックマンである。この郡はロバート・フルトンの名を取って命名された。アメリカ合衆国統計局によるとこの郡は総面積597。 平方キロメートルである。このうち541平方キロメートルが陸地で56平方キロメートルが水地域である。総面積の9.37%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この軍は人口7752人、3237世帯及び2113家族が暮らしている。人口密度は14。 平方キロメートルである。7、平方キロメートルの平均的な密度に3697件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、白人75.12%、アフリカン・アメリカン23.19%、先住民0.12%、アジア0.31%、その他の人種0.32%、及び、 混血0.94%である。ここの人口の0.53%はヒスパニック、またはラテン系である。この軍内の住民は24.90%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が8.90%、25歳以上44歳以下が25.50%、45歳。 以上64歳以下が23.20%及び65歳以上が17.50%にわたっている。中央値年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は87.70人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は82.00人である。 この軍内の世帯ごとの平均的な収入は24,382ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は3788ベイドルである。男性は26,401ベイドルに対して、女性は19,549ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は14,309ベイドルである。人口の23.10%及び、 家族の20.10%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の32.30%および65歳以上の16.00%は貧困線以下の生活を送っている。ファインド・エカウンティ・ナショナル・アソシエーション・オブ・カウンティーズ http://www.naco.org スラッシュカウンティーズスラッシュページーズスラッシュ fintacounty.aspx2011 年6月7日閲覧アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステイツセンサスビューロー。 http://factinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。